こんにちは。Fランクキャンパーの浜です。今回は本栖湖にある港湾キャンプ場でテント泊してきました。最初に地図で説明します。バスタ新宿から高速バスに乗ってぐーっと来て川口湖駅まで来ます。ここから富士急バスに乗ってぐーっと来て本栖湖バス停まで来ます。ここから徒歩でだいたい1時間ぐらいですね。1時間ぐらい歩いて港湾キャンプ場に到着します。ここでテント泊しました。で、翌日、同じ道で帰ります。ぐーっと来て、こっから富士急バスに乗って、こっから高速バスに乗って、バスタ新宿に帰りました。これが今回持っていくキャンプ道具です。まず、こちらから。これは75リットル、プラス10リットルリュック。テント、エアマット、スマホスタンド、ヘッドライト、ランタン、バッテリー、割り箸、着火剤、ライター、塩コショウ、オリーブオイル、十徳ナイフ、ガスカセット、お米2合、紐、アルミホイル、ティッシュ、ウェットティッシュ、消毒薬、絆創膏、クッカー、ポンタ、帽子、タオル、手袋、寝袋、皮膚希望、焚き火台、エコバッグ、防火シート、ブルーシート、網。これが今回持っていくキャンプ道具です。おはようございます。今朝の6時20分です。新宿駅南口にやってきました。いや、冷えてますね。今回はね、本栖湖の港湾キャンプ場にテント泊しに行きます。前からね、行ってみたいと思っていたキャンプ場なんで楽しみです。富士山がね、綺麗に見えるんですよね。ではね、あそこにあるバスタ新宿から高速バスに乗って川口湖駅に行きます。6時45分、19分、ハイランド駅。満席ですね。満席だ。混んでますね、今日はね。バスが来ました。このバスに乗ります。今9時20分です。川口湖駅に到着しました。高速道路が交通事故で渋滞していて40分遅れで到着しました。本栖湖行きのバスが9時35分に来るんで、それに乗って本栖湖の方に行きます。あと15分しか時間ないんでね、買い物を済ませます。本栖湖の周りにね、スーパーとかコンビニがないんですよ。だからここの駅のショップかコンビニで、買い物していきます。おみちゃん、ベーコンも買ってっか。ベーコン買ってね。買って。よいしょ。よいしょ。鳥も食わんそう。
おし。なますの煮込み。さくさん煮込み。こんなければ大丈夫でしょう。モトスコ行きのバスが来ました。上に乗ります。今10時半です。バスの終点、モトスコ観光案内所に到着しました。港湾キャンプ場はここから歩いて30分ぐらいで着くと思います。まだ早いんですよね。キャンプ場のチェックインが13時の予約にしてるんで、まだ早いんで、ブラブラしてます。お店があったらね、なんか食べていこうかなと思います。今日はね、天気も良くて最高ですね。ここにね、展望レストラン2階3階古戦争、そうですね、なんか営業してるみたいなのでここで食事していこうと思います。2階の展望レストランです。モトスコがね、綺麗に見えます。富士山も見えます。これね、鹿カレー、鹿コロッケ食べました。これは英語版か。ほうとう、ワカサギフライとかね。これ富士山からゴールデンエール、青い富士山ラバ950円、貝の地酒7軒、甲州ワイン、こんな感じだね。青い富士山生、富士山ゴールデンエール、いただきます。ゴールデンエール、ブドウ味、ブドウの香りがするな。うん、美味しい。リサゴールデンエール、喉越しがいい、うまい、ちょいピリ辛だ、うまい、うん、うまい、うん、高だ、うん、うまい。鹿カレー美味しそう。鹿コロッケ美味しそう。うまい、うまいわ。うまい。うまっ、鹿の味がする、うん、
ちそうさまでした。いや、お腹いっぱい、美味しかった。今12時10分です。古戦争の鹿カレー美味しかったです。ではこれからね、公安キャンプ場の方に向けて歩いていきます。のんびり歩けばね、13時頃到着すると思います。今13時です。公安キャンプ場は見えてきました。横に幅広いキャンプ場ですね。結構テント張ってますね。正面にはね、富士山がドーンと構えてます。いや、綺麗な富士山ですね。あとちょっとで到着します。今13時20分です。公安キャンプ場に到着しました。富士山が綺麗ですね。本栖湖の海抜は902メートルです。いやー、綺麗だ。ではね、チェックインします。ここがね、受付ですね。受付を済ませてきました。湖畔のサイトはもう結構テント張ってますね。あっちの林間サイトも張れるんですよね。どこにしよう。結構こっちの方は斜めになってるんですよね。斜め傾斜がついてる。ちょっと林間サイトの方もね、あっちの方も見に行ってみます。ここにします。この辺にね、テントを立てることにします。ちょうど平らでね、いい感じなんでね。で、正面には富士山が見えます、ね、なかなかいい場所ですね。これ、もう太陽も眩しいです。何も考えずにただ雲
テントが完成しました。今日はそんなに風がなくて、テント立てやすかったです。今日はちゃんとね、焚き火台もセットしました。じゃあ中をね、見てみましょう。中はこんな感じです。エアマット敷いて、寝袋をね敷いてます。上にはね、ランタンついてます。炭酸電池1本でね、つきます。こんな感じですね。よいしょ。周りをぐるっと、正面にはね、富士山です。ね、すごい人気があるの分かりますね、このキャンプ場がね。ではね、これからちょっと売店にお酒と薪をね、買いに行きます。ここが水場と水池場ですね。凍結、足元注意。水はね、出しっぱなしですね、凍っちゃうから。自動販売機がありますね。水130円、缶コーヒーね、いろいろ売ってます。ガス給湯器が、コインシャワーですね、コインシャワー2分100円。こんな感じですね。快活クラブと似てますね。なるほど、いいですね、シャワー浴びれて。で、ここが男子トイレ、女子トイレね。では売店にね、向かいます。今15時です。売店で薪とブドウサワーと缶ビール買ってきました。あとは暗くなるのを待つだけですね。本栖湖の近くまでやってきました。いや、綺麗な水ですね。風はね、そんなないんだけど、結構波が立ってますね。富士山が素晴らしい。あれは竜ヶ岳ですね。山頂からね、綺麗な富士山が見えるんですね。結構ね、煙がもくもくと立ってきました。皆さん焚き火始めたみたいですね。私のテントはそこです。小さいテント。ここ登っていくと、千冊のあの絵になった中野倉峠ですね。今日はね、キャンプ来てよかったです。楽しいですね。風がないだけでだいぶ過ごしやすいです。で、着火剤をね、おお、よし、どうかな。思いますね。缶ビールいただきます。乾杯。
ばいわ。あったかい。いい感じで炭になってきました。そろそろね、焼いていきたいと思います。もう外はね、真っ暗ですよ。ベーコンね、タコ棒、タコ棒だっけ。よいしょ。鶏もつ煮もね、入れます。よいしょ。もう一個入れます。こっちも取りますね。同じ取りますね。大丈夫。よし、いた。重いな、量。夕食の完成です。いや、こんがり焼けましたね。美味しそうです。ベーコンがうまそう。鶏もつ煮もね、美味しそうです。裏返してみましょうか。美味しそうに。美味しそうに焼けてますね。じわーっと。いただきます。サワーからね。不動産は、うまい、うまいわ。ベーコンからいただくか。どうしよう。ベーコンいただきます。すごいね。ジューシー。うまい。熱々。とってもジューシーだ。うまい。じゃあ鶏もつ煮。うまい。うまいわ。マヨボ。あげ。うまい。エビマヨの、エビの味、ふっくら。うまい。うん。ちゃんとエビと、うん、エビの味がしっかりしてる。マヨネーズも入ってるね、ちゃんと。ああ、うまい。いいわ。じゃあ焼きちゃうな。終わり、ジューシー。うん、うまい。はあ、これうまいわ。とってもジューシー。うまい。ああ、うまいわ。タコ棒もね、タコ棒。うん。
タコの味、たこ焼きみたい、うまい。うまいわ。いやうまい。うん。鶏もつがうまい。うまい、うまいわ。ごちそうさまでした。いや、美味しかったです。お腹いっぱいになりました。今夜の19時です。もう真っ暗ですね。テントの明かりだけ見えます。星はね、綺麗ですね。星がすごい綺麗。あとはね、火が消えたら寝ます。よし、お腹いっぱい。おやすみなさい。